皆さん、こんばんは。ヒコリンでーす。今日は、歌がガチャで出てるんですよ。で、この歌のガチャが、もう今日で終わっちゃうんですよね、これ。これやばいなと思って、俺またちょっと課金しようと思います。これね、チケット買ったんで、これ1枚で20連できるんですよ。だから、40連とりあえず2枚買ったんでできます。よし、行くぞー！レッツ、テラミ！よし！オッケー。これ確定なのかな。確定ですかね、星を。よし、イエス、来まーす。フルー、はい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 。うたちゃんはアタッカーなんで、アタッカーのやつが来たら熱いっすね。バウンドマンでアタッカーマークの旗が来たら激アツ。来いよ来いよ、アタッカー来た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 。うた来るんじゃないこれ。誰だよ。ベルゴーサンダーって言われるやつじゃんか、これ。いらねえ。あれ強いんですか、あれ。あれ強いなら嬉しいけど、まあ、あんま見たことないもんね、リールとかで。いやー、歌ちゃん来ないかな。アタッカーアタッカー 30% だからよ。出てもおかしくないんですよね。え、おいしょ、アタッカーアタッカー、来た来た来た、来るんじゃない。あ、歌じゃないこれ。世界最高。誰これ、カイドウか。うわー、マジか、これ強いんすか、これ。これ弱い方のカイドウじゃないこれ。ねえ、あ、超越のカイドウが強いらしいんですよね、確か。うわー、嘘、20連でこれだけ。ちょっともう一回いきますね。じゃあ行きます。やばい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 、一体も来ないのはちょっとビビる。あ、やばい、スキップしちゃった。あ、でもいい、めっちゃいい。背景は、背景ダメ。ポイントが低い、これ。うそ、やばい、また嫌な予感する。みんな助けて、これ。うそ、1万円だよ。攻撃、アタッカー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 、止まって止まって止まって、早く。こんなことある。うわ、ちょっと待って。よいしょー、やばいやばい、来たー、確定集、やったー。うーたちゃん来たぜー、1体目。まあ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 、出るでしょ、そりゃ出るでしょ、 30% ですからね。嬉しい、うたちゃん。あ、1体だけか。あ、最後の最後に出たんだ。へえ、よし、ちょっとね、もうちょっと欲しいんで。え、なんかチケットもらいましたね、今。これ何、これ、これもらったの、もしかして。へえ、ちょ、これも引いていいですか。じゃあ星4キャラ確定、いいですね。はい、バッチリバッチリ。背景はシャボン玉ある。上30、あ、確定だ。それはだから確定だもんね、これ。これ確定、1体だけ、これ1体だけっぽいですね、これ。誰が出る、誰が出る、誰が出る。うっ、あ、ディアマンテじゃん。ディアマンテ、これも結構強いらしいですよね。でも、ベトベトの方が強いって聞きました。わー、マジか。いや、でも嬉しい嬉しい。それじゃあ2枚分課金したんで、これでね、引いていきたいと思います。40連ですね。いや、強キャラ、この間さ、ヤマト手に入れたじゃん。あれ使ったんですよ、めちゃめちゃ強くて。やっぱキャラって大事ですね。やっぱリーグどんどん上に上がっていきたいんで、僕も。お、いいぞ、後ろ32、よし、熱い。これは、うわ、ちょっと微妙だな、ここ。いや、でもアタッカーでくれば確定。これあれかな、スネークマンで確定なのかな。アタッカーのバンドマンでも出るのかな、わかんないけど。さっきでもスネークマンでしたもんね。ワンチャンバウンドマンでも出ないかな。雲行き怪しいぞ、雲行きが怪しい。 30% だぞ、頼む。え、そもそもちょっと待って、星音率低くね、マジ。よし、確定、ありがとうございます。イエスイエスイエース、よし、
嬉しい、嬉しいです。やっぱ最後に来るもんなんかなこれ。え、なんか最後に来てるもん、来てるもんねこれ最後。めっちゃレベル幅めっちゃグレードアップするやん。あ、20年いくぞーい。これでウタちゃん来てください。2体ぐらい来たらマジで嬉しい。いやでも1体来ればまあまあいいでしょうって感じかな。いやでもこのゲームってキャラゲーなんでめっちゃお金かかりますね。僕まあ練習ずっとリーグ練習中なんですよ。なんで負けたくなくて強キャラ欲しいんですよ。ウタちゃんはマジで 9.5 だから評価めちゃめちゃ強い。本当に欲しい。レベル80で攻めてほしいな。お願い来て。いやー、あ、もう出せねえぞ。え、うわー、わあ、トラバルが、麦わらとトラバルが一緒なのかよ。おい、なんで俺じゃねえんだよ隣がよ。レナミとトラバルが、え、あ、びっくりした。確定かと思った、びっくりした。いやー来てほしい。もう一体欲しい。イエス。あー、ダメだこれ。あー、ダメだ。誰誰、うわー、ニコロビンじゃん。うえー、やばい、青生地さんのせいで俺もイントネーションおかしくなってるよこれ。ニコロビンじゃないですよねこれ、ニコロビンですよね。うえー、この服装エニースロビンのニコロビンか。いやー、あんまり強くなさそうですね。あのオロビってやつがめちゃめちゃ強いらしいですね、ニコロビンは。これだけかよ。もう20連だけ、もう20連だけ引く。レベル80になったら結構あの解放とかされて強くなるんですよ。この特性がこれレベル80で解放されるんですよ。これがまあ強くて、やっぱレベル80やりたいですね。ちょっとやっちゃいましょうか。うたちゃん1体でも出てくれ、頼む。レッツゴー。よっしゃ。うわ、嘘、仲間いない。うわ、やばいこれ。うわ、やばい。よし、仲間いないのやばいよこれ。後ろ、よし、後ろはいい、後ろは得点高い。黄色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 、よし、確定。多分星音が来る。いや、星音はまあ絶対来るか。え、ガンガンいくよ、ガンガンいくよ。止まれ。さあ、スネークマン、スネークマン、そろ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 、カモン、そろそろスニークマンカモン、来て来て来て。いやー、ゲッター、誰だ誰だ、ヒーハー。顔でか、わー、こいつで初めて見たガチャで、え、これ使ってる人いないですよね、イアンゴフちゃん。上、終わり。最後まで見てくれてありがとうございます。面白かったら高評価、チャンネル登録もよろしく頼むぜ。これでランクリーグ SS いけるかちょっと不安なんで、またガチャ引くかもしれませんね。バイバイ。